太陽を貫く光子が現実感現実感とは、天頂を中心として太陽を通る光の輪が見られる大気光学現象のことである。月でも同様の現象が見られることがあり、こちらは幻月間と呼ばれる。天頂を中心とした完全な輪になるものは極めて稀にしか見られず、ほとんどの場合は太陽付近だけのことして観察される。傘、 現実などの他の大気光学現象と同時に見られることが多い。現実と関連しているような名前であるが、現実が表彰内での太陽光の屈折によって起こる現象であるのに対し、現実感は表彰の表面での太陽光の反射によって起こる現象であり、むしろ太陽柱と同類の現象である。太陽柱が表象の地面に対して水平な面での反射で、 起こされるのに対し、現実感は、氷彰の地面に対して垂直な面での反射で起こされる。雲が長い六角柱状の氷彰からできており風が弱い場合、この氷彰は浮力によって六角形の面が地面に対して垂直の向きに揃う。また、雲が六角板状の結晶からできている場合、この氷彰は浮力によって六角形の面が地面に対して水平、つまり、 側面が地面に対して垂直の向きに揃う。これらの地面に対し垂直な面で太陽光が反射されると太陽と同じ高度に太陽の虚像が見られることになる。現実感は反射によって起こる現象であるので傘などのように色がついて見えることはない。四季、数キラ列伝に発光日を貫けり、大しかしこじたりとあるのは現実感を指すと言われている。 ありがとうございます。